回多めに見てくれるって別に盗んだわけじゃねえ、試食品だと思ったんだ。いっそのことこの剣を金に変えちまえば。ひどあなたはフューリーに選ばれたのよ、この意味わかってる？しかも宿っていたのはおっさんでも不思議な動物でもなく、こんな可愛い女の子の妖精だったのよ。頼むからもっとウハウハし。貴様らそこで何をしている？やばい、見つかったわ衛兵たちよ。お前がでけえ声出すからだね。よしお前、俺を助けるために犠牲になれ。俺はご主人様だからな。何度言ったらわかるの？私はパートナー、五分と五分よ。ファング、私を使ってフューリーの力を使うのよ。フェアリンク。フェアリンク？やるぜ。さあ行くわよファング、私を使えばこのやつら楽勝よ。って剣じゃねえか、ただの数から不利なんだぞこっちは。普通の剣じゃないんだから。常人と違って強力な連続攻撃ができるの。そんだけかよ、それだけなのか？ふっふっふ、私は妖精よ。やうせい、私を通じれば魔法が使えるのよ。何？魔法？早く言えそれよ。アンキモフォアグラフォッチャーちゃん、メッシュを出せ。ちょっとちょっと、そんな魔法じゃないわよ。いい？攻撃魔法が使えるので全然実用的じゃない。何言ってんの、今使いどこでしょ。行くわよ。覚悟しな。行くぞ、覚悟しな。アタックエフェクト集中に知らせ。このいやーどうだ、そんなん不信じ。お夜食大祭、俺って結構強かったんだな。まあ当然か、俺様だからね。そうよ、あんたにはもともととしての才能があるんだから。さあ他の衛兵に見つからないうちに早く逃げましょう。だから誰のせいで見つかったと思ってんだよ。